オッケーオッケー。おっとっと。まさかライオンズの試合の後に来るとはな。埼玉セブラルズさん、ありがとうございます。はい。てなわけで、糸原英吾氏がいなくなりました。ありがとう。パート1で俺は言ったことを忘れてません。糸原英吾氏、お前らをトレードに絶対出すからなって。まあ、現実でもね、まさか、ね、ちょうどタイムリー、まあ、もうタイムリーじゃないけど、英吾氏が日本ハムにトレードされたりとかね、したから、まあ、結果的になんか、まあまあ、こっちも、こっちの世界も、現実の世界もね、なんか、うまいこと、まあ、あっちゃったんだけど、まあ、今回はね、俺は西武に対して送ろうかなと。で、西武から取る選手は、まあ、いろいろ悩んだんだけど、この宮川哲。宮川哲。ええ。まあ、パリーグファンもおろか、まあ、セリーグファンはもちろんだけど、パリーグファンもね、正直あんまよくわからないと思う。俺も名前知ってるぐらいだから、あれなんだけど、プロスピ的に見れば、かなりいいんじゃないかなと。ええ。まあ、勝ちパでもいけるし、まあ、最悪ビハインド、接戦時、っていう使い方も十分できるようなね、素晴らしい中継ぎかなと。抑え適性もあるので、いざという時はね、調子が良ければ、抑えに回せると、いうところもポイント高いかなと。本当はね、なんかもうちょっと、もうちょっと星高い選手取りたかったけど、まあこれが限界だな。ありがとう、糸原英吾氏。阪神のネタ枠を失うことは、すごく心苦しいけど、阪神のネタ枠というかね、やっぱ阪神ファンはもといプロ野球ファンがね、やっぱ阪神タイガースのネタとして盛り上がる君ら二人をね、ちょっと放出するのはすごく悲しいけど、それでも俺たちは勝ちを選ぶ。ごめん。俺たちはお笑い球団じゃない。勝ちに来てんのよ。